皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。嵐の二宮和成、40が、お笑いコンビダウンタウンの松本人志、60が、不在となった、誰かと仲居、フジテレビ系、の、救世主、になったようだ。2023年12月27日発売の、週刊文春、文芸春秋。 に女性絡みのスキャンダルを報じられた松本は、報道内容を完全否定。同志を発行する文芸春秋との裁判に注力するため1月8日に芸能活動を休止した。それに伴い、ダウンタウン、松本の出演する番組は緊急の対応に迫られ、中井雅宏、51、との冠番組、松本中井、富士テレビ系、 1> は1月28日の放送内で番組タイトルを誰かと仲居に変更することを発表。さらに同31日には仲居と共に二宮が MC を担当することも明らかになった。二宮は28日の番組にゲストとして出演していた。2月4日、二宮を MC に迎えて初めての誰かと仲居が放送され、 世帯視聴率7.4%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区、個人視聴率5.1%を記録した。民放キー局関係者は話す。さらにとんでもなかったのが、今、テレビ各局が重視する13から49歳のコア視聴率だったんです。なんと、6.5%とモンスター級の数字を叩き出しましたからね。 これは一週間の全曲全番組の中でもトップ3に入る高視聴率です。激戦区の日曜日夜9時時台の横並び断突ト,トップの視聴率となりました。日曜夜9時台、TBS には社会現象を巻き起こすドラマを次々に世に送り出す日曜劇場枠がある。現在放送中の西島秀俊、52、主演の さよならマエストロを父と私のアパッシオナーとも堅調だ。日本テレビの行列のできる相談所もなんだかんだ未だに壊し調律がいいですからね。そんな厳しい枠で誰かと中居がとんでもない数字を記録したんです。多くの視聴者がこの日、フジテレビにチャンネルを合わせたのは松本さんが抜け、中居さん一人で MC をこなし、 そして二宮さんが加入した番組がどんな内容になるのか興味をそそられたからでしょうね。もちろん、この日のゲストのサンドウィッチマンとムロツヨシさん、48、も人気は高く、トークもかなり盛り上がったことも好結果の要因ではあるでしょう。さらに二宮さんが加入することを多くのメディアが報じたことで宣伝効果もあった。MC が変わる期待値。 どんな番組になっちゃうのという良い意味での危うさも走行したのではないでしょうか。今回の視聴率上昇を受け、テレビマンの間では、まさに怪我の巧妙だな、という声も出ています。全道2023年4月に、松本中井、としてスタートしてからまだ9ヶ月ほど。松本が芸能活動を休止すると発表した際には、 松本中井は早々に終わるのではないかとも言われた。そんな窮地の中、二宮さんが MC を引き受けてくれて視聴率を伸ばしたんです。ただし、二宮さんの MC は次元的なもので出演は3月いっぱいで終了とも聞こえてきています。春以降は大型映像作品の撮影でスケジュールが埋まっていて、誰かと中井、 の収録に臨めるのはあと数回だと言いますね。それでも二宮さんが大々 MC を引き受けてくれたというのは大きい。超高視聴率が物語っていますが、番組に良い流れが作れたと言えますね。結果的に、テレビ界で流行している、シーズンレギュラーのような形式にすることもできるわけですからね。前室の民放キー局関係者。 朝のバラエティ番組、ラビット TBSK は、ラビットファミリーと呼ぶシーズンレギュラー制を導入しており、3ヶ月交代で若者に訴求力のあるタレントを起用している。制作サイドとすれば演者のスケジュールが大きいのですが、視聴者からすると見ていて飽きが来ないんです。それに、今見ておかないと、というレア感を演出することもできます。 誰かと中井は急遽の作で期間限定 MC という形になり、しかもそれが大人気の二宮さんですからね。中井さんも二宮さんもイメージが良いですし、スマップと嵐という国民的グループメンバー同士のタッグというのも数字が跳ね上がった要因の一つでしょう。二宮さんの出演がなくなっても次の新 MC が発表されたら、 中井さんとの共演でどんな化学反応が起きるのか、見ている側の期待感が高まります。全道着せずして二宮が、誰かと中井、に良い流れをもたらしてくれたようだ。超多忙の二宮さんですが、大型映像作品がクランクアップしたらまた MC をお願いできるはずです。数字が落ちてきてピンチに陥ったら二宮さんに戻ってきてもらえると、 困った時の2の、ですよね。再タッグとなったらまた数字は上がる可能性が高い。二宮さんも中井さんの手前、断らない気がしますね。1月28日にゲスト出演した際に MC 就任を打診したとみられますが、ジャニー北川氏、去年87の問題が勃発し、 二宮さんが旧ジャニーズ事務所から独立したからこそ中井さんとのタッグが実現したとも言えるでしょう。独立していなかったら、誰かと中井の MC 就任は叶わなかったと思われます。番組は吉本興業のトップの松本さんと中井さんのもので、そこに旧ジャニーズタレントが MC として入っていくのは業界の慣例的にも難しかったはず。それは、 旧ジャニーズサイドも嫌がったはずですよ。ただ、二宮さんは独立して自身で仕事を受けるか受けないかを判断するようになった。完全に個人でやっていて新規オファーのやりとりも二宮さん本人がやっているそうですからね。つまり自分で仕事を受けるか受けないかを決めているわけです。前室の民放キー局関係者。誰かと中い。 の mc を引き受けるというのも二宮自身が決めたのだろう。視聴者もその点を理解している。いやいや引き受けた仕事ではない、先輩の中井さんのピンチを救いたいという男気が伝わってくる選択だと感じられるわけです。だから、誰かと中井、の mc を急遽務めることになった二宮さんを、視聴者も素直に応援できるわけです。 まさに番組にとって救世主ですね。松本さんが文春法をくらったことから始まった全てが偶然の産物ではありますが、誰かと仲居は思わぬ人気番組になっていきそうで、同時間帯に放送している他局のテレビマンは今、恐れをの,のいているのではないでしょうか。全道松本の芸能活動休止を受けての大ピンチから一点 二宮の MC 就任がきっかけとなり、誰かと仲井は令和の人気番組へと成長を遂げる。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。